では130本のホームラン。ブランコ詰まった当たり、セカンド頭上越えていきました。ライトへのヒット。このエスコンフィールドでの初のヒットはイーグルスのフランコ。八郎さん、今、はい、当たり的にはこう打ち取った当たりではありましたね。しっかりとねスライダーを。2ボールからの3球目です。さあレフトへ鋭い当たり、フェアになっている。長打コース、フランコは2塁を狙う。少しクッションボールを誤っていますが3塁には行きません。記録は2ベース。レフトへ打球が上がる。打球はレフトスタンド上段に飛び込みました。フランコの一発、加藤打たれました。メジャー通算130本のホームランを打ったパワー。フランコ選手今シーズン第1。4番